ストライクショット。こんにちは、 X フラッグの中の一人 X 竹ちゃりです。はい、ということで今回はこちら、じゃん、タンザナイトペリドットタイガーアイコクスティア、こちら紹介していこうと思います。いや、どれもちょっとイラストかっこいいですし、美しいですよね。いいですね、本当に。この劇究極もかなりね、また、いや、豪華なイラストとなっております。タイプですね、ちょっと。はい、それでは見ていきましょう。ステータスこちらになります。貫通&ゲージのバランス型、アビリティがアンチワープ、アンチ魔法陣、魔封じ、そしてゲージでアンチブロック、友情コンボがメインで超強電撃、そしてサブで全敵超メテオ。ストライクショットがスピードとパワーがアップ&壁をすり抜け反対側から出現する。1段階目が8ターン、2段階目が20ターンとなっております。はい、ということで、もうこちらね、アビリティ見てもらえば、はいはい、ピンとくると思うんですけど、はいはい、トレードパスがいいね。あ、もうね、もうそうなんですよ、ありがたいですよ、今ね。このね、ブロックだけじゃなくて、まあ、魔法陣、あとはこの魔封じが、はいはいはい、ボスと雑魚に結構効いてくれるので、ありがたいですね、後押しになるんですよ、うん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 。で、この友情も、あの全敵超メテオ、これはね、はい、新しい、新友情となっていて、うんうん、あとは超強電撃が、あの取りこぼしを結構あの助けてくれるので。なるほど、はい、友情も結構入ってくるってことですね。そうなんですよ、良さそう、はい。で、こちらストライクショットが、これもね、壁をすり抜けて、ありがたいですよ、反対側から出てくれるのが、これではもうね、本当にありがたい、はい、となっているので、はい、早速トレノバで見せていこうと思います。ガイドありがとうございます。おで、ちょっとガイド出てるのでブロック持ってはいるんですけど、ちょっと外してこれでいいんじゃないですか。おー、めっちゃいい、ガイドありがたいし、ブロックがね、こうゲージで外せるのもね、またいいですね、うんうん、はい。ブロック持ってるので、ちょっとここ入るの難しいんですけど、うんうん、そのまま行けば横で、おー、ここを倒していけると。素晴らしい。ここで入るのがちょっとね、めんどくさいので、はい、いいですね。はい、それでは、ですね、こちら友情が使い勝手いいので、うんうんうん、こう斜めに行かず、横で弾いていこうと思います。なるほど、なるほど。ギャラクシーに。はい、トトンと電気が、はー、こんな感じで、なるほど、ギャラクシー倒していけるし、上もね、はい、今入ってますしね、うん、友情に当たってれば大丈夫じゃないの、気持ち。あ、ほら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 、どう、お、すごいすごい、友情も入るから、ね、あのビームの後押しになりますよね、はいはいはい、余すことなく倒していけます。いいですね、うん、はい、それではちょっと拾いつつ友情も拾っていこうと思います、はいはい。魔法陣あるのもいいよね。あ、でも、え、すごい、待って、あ、あ、これレーザーだけじゃなくって友情かなり入りましたね。これも雑魚処理バリ楽。この人たちもちょっと離れちゃってるんですけど、うん、気にせず友情でどうなる。あ、いけるじゃん、待って、友情めっちゃ入るじゃん。これ同種類結構ね、レーザーをね、そうそう、拾っていくのから大変なんですけれども、友情が入ってくれるのでしっかり通していけますね、うんうん、はい、それではストライクショット、ちょっとね、ブロック外して下に出ようと思います。一旦ね、これに触ってもらって、はいはい、アイゴにも気を配れ、全軍この隙を逃すな、突き進め。ちょっと待って、減速しないからさ、こうなっちゃうのよ。やばい、持ってくんじゃん、バリア無視。はい、マジですか、2段階目ですよね、今2段階目です。こんな使い方もできちゃいます。いや、壁すり抜けるだけでもう本当に、で、場所ね、気にしなくていけるね。はい、それではストライクショット2段階目、はい、こういう感じで当たりつつ、当たりつつ下のところでね、ウィンウィン出てくるんだ。あ、背後にも気を配れ、全軍この隙を逃すな、突き進め。おお、あ、こんな使い方できるんだ。本当は多分ゲージ外せるので、ブロックで、はい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 、外してやったらいいのかもですけど、こ、強すぎる。ゲージはめちゃいましたけど、強すぎません？え、使い方マジやばいね。こう入っていくとか難しいですもんね、この上からこうブロックに入るの難しいから、うん、うわ、すごい。いや、 SS までね、ちょっと良すぎますね。トレノバって感じですね。しますね。続いてはペリドットを見ていきましょう。
ステータスこちらになります。貫通&ゲージのスピード型アビリティがアンチ重力バリア、超重封じ、 SS ターンアクセル、ゲージでアンチ減速壁、底力 L、 友情公務がメインで8方向炸裂弾、そしてサブで8方向レーザー EL、 ストライクショットがスピードとパワーがアップ&弱点ヒットで敵が麻痺、1段階目が20ターン、2段階目が28ターンとなっております。はい、でこちらですね、貴属性貫通重力バリアの、減速壁、こちらはですね結構貴重な枠となっております。いやすごい貫通でね、確かに確かに、そうなんですよ、はいはい、でね、あの底力 L は初となっておりまして、なるほど。でこのね、あの友情コンボ8方向炸裂弾も貴重な友情コンボですよね。そうですよね、うんうんうん、なかなか持ってるキャラいないですもんね。はい、で8方向レーザーと EL の相性も良さそう、いいんですよ全体的にね。はい、うんうんうん、そしてスピードとパワーがアップ&弱点ヒット時に敵が麻痺ということで、これもね危ない時に、確かに、あの敵麻痺らせることができるんで、これありがたいんですよね。ありがたいんですようん、うん、しっかりね打撃はしつつ麻痺してくれるということで、はい、うん、もうこれね超重封じ持ってるので、あ、もしかしてイクシャーベに行けます。なるほど、はい、冒険戦で多いですね。そうなんですよ、うんうん、ちょっと獣でね、はい、かなり刺さってくるので、うん、見ていただければ思います。はい、ということで今回は冒険戦のイクシャーベそしてストライクショットは覇者の塔の22階で見せます。おお、すっごい、今底力 L もあったから、え、これめっちゃいいですね。でキラーも乗ってくると、底力と今キラーが乗ってた状態での、うわー、ちょっと飛んでるすごい、これいいですね。で本当はもっといっぱい当たってたかなんですかね、うんうんうん、すごい今ね少なかったけどこれいけましたからね、当たっただけですからね、うんうん、ちょっとこれで HP 振れつつ、はいはいはい、間に入れたら嬉しいなって感じで、あ、強っ、え、やったな、これどのぐらい飛んでるかな。なんかもろもろ入ってたよ。マウンの防御とかも入ってたんですかね。すっごい急すぎて。え、本当はもう一本ゲージがあるんです。すっごい、あ、入りますわ友情めっちゃ。はい、それではちょっと2体いるんで友情2体分、はい、どんな感じかなっていう。おー、あー、ラブラなくても、うんうんうん、友情でかなり削ってはくれるんですね。じゃあちょっと3体にこちら友情も見せますね。おー、 おーすごいすごい、8方向レーザー EL も奥までねこうザクッといってくれるので、そうですね、手前の雑魚にはね炸裂弾が入ると、うん、おお、八方向レーザー EL、 そして炸裂弾が弱点ね、はい、ポンと入りましたね、すごいな。はい、そじゃあストライクショットも打っていきます。はい、もうね、いろいろ無視していきます。ほい、みんな揃えば絶対無敵、私たちの絆で勝利の二人、こんなことできちゃいます。麻痺もさせてもらってすごくない？え、終わるじゃん。でキラーもあるし、であとはあの弱点にもお強いので、配置良ければこういったこともできちゃいます。ずるいよねずるいですねこれちょっと。はい、それではストライクちょっと2段階目ちょっと止まってたので、このまま横で麻痺させつつ、みんな揃えば絶対無敵、私たちの絆で勝利の2人、だいぶ削れますねこれ、だいぶ削れる。で、あれが来ないからダメージ受けないと、気にしなくていいのか、すごー、めっちゃ嬉しい。いや、麻痺いいね、ね、で、友情でザクッとやってくれると、こういった使い方もできます、うん、続いてはタイガーアイ、ステータスこちらになります。反射&ゲージのバランス型、アビリティが超アンチウィンド、弱点キラー M、 ゲージでアンチブロック、状態上回復、友情コンボがメインで超強拡大貫通ロックオン衝撃波、
そしてサブで超絶爆発。ストライクショットが狙った方向にいる敵に上体異常弾で攻撃。1段階目が12ターン、2段階目が24ターンとなっております。こちらはですね、はい、加工トンに、加工トンですか、いけちゃいますね。状態異常回復持ってるか、しかもそうなのよ。だからあのハートさ割と大事にしてるじゃないですか。大事だよ。だけど、まあ、状態異常回復持ってるのでこの子で当たりに行けば毒回避できると。なるほど、取ってしまった時とかね、途中で。そうなんですよ、うんうんうん、であとはこの弱点キラー M、はい、と、この友情コンボですね、超強拡大貫通録音衝撃波、この相性がよくっていいですよね。ザクッとこうあの囲んでくれつつ弱点通ってくれたりとかするのでいいですよね。はいはい、はい、でまあ囲うとに行く場合、あのお供のキャラいるじゃないですか、うんうんうん、あの友情を誘発してくれるこの超絶爆発っていうのも優秀ですよね。優秀、はい。でこちらあのストライクショットで、状態異常弾で攻撃してくれるので、うんうん、あの防御ダウンとか、あーそうですね、はい、ありがたいやつ、あと攻撃ダウンもまれにしてくれたりとか、うん、もろもろあるので、はい、ちょっと見ていければと思います。はい、ということで加工トンに行きます。おー、あ、回復してる、めっちゃ助かる。これで毒回避できるので、取ってしまったってなっても、うん、状態異常が渡れば、はい、あー、え、なるほど、めっちゃ助かるね、これは。これね、いい、そうですね、いいですね。はい、ちょっと友情いっぱい拾っていきます。はい、で、お、あ、爆発も結構ありますね。そうですね、爆発の威力も強いと。おお、はい、それではイデアでちょっと当たりつつ、超絶爆発持ってるので、うわ、あ、すごっ。あ、で、友情もバリ入るやん。うわ、あ、で自身の友情も入ると、これいいですね。これでちょっと HP 当たりつつ、はいはいはい、このチョイスパカスで自身の誘発っていうのを出しつつで、ここに行けば、ほら、おー、パワーフィールド展開できる。いいですね、いいですね、はいはいはい、結構ね、ここ削れないから。はい、それではストライクショットでちょっとダウンさせます。はい、うるせえ、見えてんだよこいつらの動きは。安い攻撃してんじゃねえぞ。防御力ダウン、攻撃力ダウンで、まれに麻痺も起きちゃうんだ。めちゃくちゃいいじゃん。はい、それではストライクショット2段階目ちょっと止まってて、はい、この子たちをね。うるせえ、見えてんだよこいつらの動きは。安い攻撃してんじゃねえぞ。今のでもね、少しこ、HP もね、減らせますからね、うんうんうん、で、これがあの超絶爆発持ってるんで、利用しながらやっていけるのもありがたいことなんですよ。あ、これで、うん、ドーンと、おー、すごい、嬉しい。防御力、攻撃力下がってるので、うんうんうん、攻撃も入りやすいし、あちらからの攻撃も痛くないと。それでどんどんイメージを当たっていけば、はい、うわ、これ光りますね。結構削れますね、うんうんうん、で、今溶けた感じですかね、うん、はい、といったストライクショットでございました。続いては激究極のステータス紹介していきましょう。進化のステータス、こちらになります。反射&ゲージのバランス型、アビリティが妖精キラー M、 聖騎士キラー M、 ゲージでアンチ魔法陣、友情コンボがウォールムービングバレット、ストライクショットがダメージウォール、バリア、ワープ、地雷を無効化する、こちら8ターンで打てるストライクショットとなっております。はい、ということでこちらキラー M 持っているので、うん、まあ殴り、この敵に対しての殴りも強いですし、はいはいはい、あとは友情にこれ2つ乗ってくるので、いや友情も強いと、優れものですね、うんうん、はい、で、あとはストライクショットが8ターンでダメージウォール、はいはい、バリア、ワープ、地雷効果してくれるということで、ね、ね、うん、降臨でこのスペックは、そうなんですよね、かなりいいですね、貴重ですよね、うんうんうん、神化のステータスがこちらとなっております。貫通&ゲージのバランス型、アビリティがマインスイーパー M、 ゲージでアンチブロック、友情コンボがメインで気弾、そしてサブで毒メテオ、ストライクショットが触れた敵で爆発し周囲の敵を巻き込み大ダメージ、こちら20ターンで打てるストライクショットとなっております。はい、ということでマインスイーパー M 持っていて、で毒も持っていると、ほう、これ
れもうコンプレックスのコンプレックスの、まあ、運枠にねできたらもういいですよね。でこのドクメテオがあのアラウィンとか、はいはいはい、お供のキャラとの相性もいいということで、いいですねこれね。でスピードも結構速いから、あ結構踏みに行けたりとかもできるので、うんうんうん、良さそうですね。いいですね。豪雪行けるっていうステータスはかなり助かりますよね、うんうん、はい。ということで、こちらタンザナイトペリドットタイガーアイコクスティア、こちら紹介していきました。いやなんかどれも結構高難易度っていうか難しいねクエストに行けるキャラたちばかりで、うんうんうん、すごいね欲しくなりましたね。はい、うん、ぜひ皆さんゲットしてみてください。はい、それではバイバーイ。